ZIP ファイルフォーマット。ZIPZIP はデータ圧縮やアーカイブのフォーマット。Windows でよく使用されるフォーマットである。ZIP ファイルフォーマット以下 ZIP フォーマット、または ZIP は複数のファイルを一つのファイルとしてまとめて取り扱うアーカイブフォーマットであり、一つ以上のファイルが格納されているものである。 必要に応じて各種ある圧縮アルゴリズムを選択、使用し、ファイルサイズを圧縮して格納することも可能である。ZIP フォーマットは1989年にフィルカッツが考案したもので、が考案した、それまでのフォーマットに置き換わるものとしてのユーティリティに実装された。ZIP フォーマットは現在多くのユーティリティによってサポートされているを参照。 オペレーティングシステムでのサポートとしては、マイクロソフトが Windows 98以降の各バージョンに圧縮フォルダーという名前で ZIP の機能を組み込んでいるほか、Apple も MacOS 10 V10.3 以降に他の圧縮フォーマットも含めて ZIP の機能を組み込んでいる。ZIP ファイルは一般的に ZIP か ZIP といった拡張子が付けられる。 マイムタイプは、コディセイ ZIP フォーマットは、圧縮伸長を主目的としない多くのアプリケーションでも使用されているが、その際、拡張子には、個々のアプリケーション固有に、ZIP とは異なる名前が用いられていることが多い。例えば、JavaRC ブの拡張子は、じゃあ、うかがいかよアーカイブファイルの拡張子は、ノルであるが、これらのフォーマットの実態は、 ZIP フォーマットである。他の具体例については、ソフトにおける固有の拡張し節を参照のこと。チップ、速さを意味するという名前は、フィルカッツの友人である、ロバート・マホーニーの提案によるものであり、従来からあるアークや、その他の圧縮フォーマットの圧縮時間よりも、自分たちのプロダクトの方が早いということを、このめかすという意図を持っていた。ZIP ファイルフォーマット仕様は、 フクシップ点9のパッケージに同梱されていたアプノと TXT で初めて公開された。ZIP フォーマットはオープンフォーマットとしてパブリックドメインでリリースされたものであり、ZIP フォーマットは誰しもが自由に利用でき、個人、団体、組織、あらゆる形態の利用において法的にもモラル的にも全くは制約はない。フックウェアも また基本フォーマットをパブリックドメインとしており、誰でも ZIP ファイルを扱うアプリケーションを開発することができる。同じ見解が f o s ンフォ ZIP バージョンのプロダクトに付属する UNIX、Linux ドキュメント内でも見られる。そのドキュメントでは ZIP、ファイルフォーマット、圧縮フォーマット、ZIP の拡張子や ファイルフォーマットへの小さな変更をパブリックドメインに置いたフィルカッツへの感謝の念を示している。ZIP ファイルフォーマットはフックウェアのフィルカッツが考案しフクシップで実装された。ちなみにカッツは以前にプケクなるアーカイブユーティリティを公開していたがシステムエンハンスアソシエーツ社のアークというユーティリティの著作権を著しく侵害しているとして 民事訴訟を起こされている。名前の一部に ZIP という名前を使った標準化仕様やフォーマットがたくさんある。フィルカッツはどんなアーカイブ種別でも ZIP という名前を使って良いと表明した。同じデフレート圧縮アルゴリズムを使用していながらヘッダーフッターの異なるものとしては g ッ p RFC1952 やザリブ RFC1950 などがある。 その他、よく似た名前の異なるファイルフォーマットや、圧縮アルゴリズムとして 7z, vsip2 などがある。zip ファイルフォーマット仕様にはバージョン番号がある。しかし、それは必ずしも複 ship ツールのバージョン番号とは対応せず、特に複 ship バージョン6以降がそれに該当する。フックウェアは i p 製品が先進的な機能を利用して、 アーカイブを展開できるように予備的な機能を幾度も追加している。しかし、そのようなアーカイブを作成するプックマヤ仕様は、フックシップの次の主要なリリースまで公開されない。他の会社や組織は自分たちのペースでプックマヤの仕様をサポートしている。プックマヤ仕様による各バージョンの主な機能は以下の通り、ウィンシップのバージョン12.1からデフレートよりも、 新しい圧縮メソッド、特にブシップやルズマ、PPMD、JPEG、Wavepack のメソッドを使用したファイルの拡張紙に、z i p ク x が使用されている。JPEG と Wavepack は最適メソッド圧縮が選択された時に適切なファイル種別に対して適用されている。2010年4月 ISO、IECJTC1 で ZIP 互換の ISO、 IEC の国際標準フォーマットを作成するために、開始されるプロジェクトを決めるための投票が行われた。ドキュメントパッケージングという表題で提案されたプロジェクトは、オパンドキュアメント、Office OpenXML や EPUB を含む既存の標準規格の利用に適した ZIP 互換の最小圧縮アーカイブフォーマットと考えられる。現在の ZIP フォーマットは、 オープンフォーマットの要求仕様に合わないことがある。それは目に見える形で公開されたコミュニティ駆動開発を通して開発されていないからである。オープンな産業機構や標準化団体が賛同してメンテナンスされているものでもない。現在の ZIP フォーマットの一部はフリーなファイルフォーマットの要求仕様に合っていない。誰もが ZIP フォーマットをいかなる目的であっても 金銭的な負担がなく利用できるようにするため、著作権、特許、商標などの制約がない。プックウェアサイトにある最新の資料は、著作権表示があるが、フォーマットしようと、その機能拡張がパブリックドメインに置かれていることを認めている。ZIP は、複数のファイルを格納するシンプルなアーカイブフォーマットである。圧縮は、ZIP アーカイブのオプションであり、 圧縮が行われる場合は、ファイル単位に圧縮される。ZIP は、データの破損に備えて優れた保護機構を提供するため、3 2ビットの CRC アルゴリズムを利用し、またアーカイブのディレクトリ構造を2箇所に含んでいる。ZIP ファイルは、ファイルの最後に置かれる、セントラルディレクトリの終端レコード、イヤスドの存在によって正しく認識される。 この仕組みにより、新たなファイルを追加することが容易である。ZIP ファイルに格納されているエントリー、ファイル、またはディレクトリ数がゼロでない場合、格納されている各エントリの名前、エントリに関する、その他のメタデータ、ZIP ファイル内でエントリーデータが位置するオフセットが、セントラルディレクトリエントリに記載される。これにより、ファイルリストを参照するために、 アーカイブ全体を読み込む必要がないため、アーカイブのファイルリストを比較的早く表示することが可能である。また冗長性の確保のため、各エントリもエントリ情報をローカルファイルヘッダーとして保持している。ZIP ファイルが追加されることもあるため、ファイルの最後にあるセントラルディレクトリに載っているファイルだけが正しいファイルである。セントラルディレクトリがいくつかのファイルは削除された。 あるい更新されたと宣言していることもあり得るため、ZIP ファイル全体を検索して、ローカルファイルヘッダーを探しても、正しい情報は得られない。ただし、アーカイブが破損している場合は、そのような探索は役に立つだろう。セントラルディレクトリ内でのファイルエントリの順番は、アーカイブの中での実際のファイルエントリの順番と同じである必要はない。 ZIP ファイル内のそれぞれのエントリーは、ローカルファイルヘッダー、コメント、ファイルサイズやファイル名などの情報を含むと、オプションの拡張データフィールドと、ファイルデータそのもの、圧縮されたり暗号化されている場合もあるで、構成されている。拡張フィールドは、ZIP64 フォーマット、WinShip 互換の i ス暗号化、ファイル属性やより、詳細な NTFS や UNIX ファイルの、 タイムスタンプをサポートするために使用される。その他にも拡張フィールドを使用して機能を拡張することが可能。認識しない拡張フィールドを無視するための機能を ZIP ツールに組み込む必要がある。ZIP フォーマットはファイル内の様々な構造を表すために特定の4バイトのシグネチャを使用する。それぞれのファイルエントリーは ある特定のシグネチャによって目印が付けられる。セントラルディレクトリの終端レコードはそれ用のシグネチャでマークされ、セントラルディレクトリ内の各エントリは別の特定の4バイトシグネチャによって目印が付けられる。ZIP の仕様には防腐もしくは EOF といった目印がない。慣例として ZIP ファイルの最初には ZIP エントリが置かれ、そのシグネチャによって 簡単にそれとわかる。しかし、ZIP の使用においては、ZIP エントリーで始まる必要はなく、特に、自己回答型のアーカイブは、実行可能なファイルヘッダで始まる。ZIP アーカイブを正しく読み込むには、まずはじめにセントラルディレクトリの終端レコードのシグネチャを探し、次に、適宜、他のセントラルレコードを探索する必要がある。 ファイルジャンクが開始する場所を特定するのはセントラルディレクトリのみであるため ZIP ファイルの頭からエントリーを検査すべきではない。ZIP フォーマットはジャンク間に他のデータを含めることやシグネチャと同じ4倍塗列を含むようなデータを禁止していないためそのようなスキャンはご検出フォールスポジティブを起こすだろう。ただし破損した ZIP アーカイブからデータを 修復するためのツールは、ローカルヘッダシグネチャを探索するのが普通である。この場合、ファイルチャンクの後ろにファイルチャンクの圧縮サイズが格納されることが、シーケンシャルな処理を困難にしている。また ZIP の仕様では、複数のファイルシステムにまたがって分散したアーカイブを扱うこともサポートしている。もともとは、複数の1.44メガバイトフロッピーディスクにまたがった。 大きな ZIP ファイルの格納を目的としていた。現在この機能は ZIP アーカイブを分割してメールなどで送ったりリムーバブルメディアで持ち運ぶのに使用されている。DOS の FAT ファイルシステムは2秒単位でタイムスタンプを保持し ZIP ファイルレコードはこれを模倣している。結果として ZIP アーカイブ内にあるファイルのタイムスタンプも2秒単位で丸められる。 ただし、より正確なタイムスタンプを格納するために、拡張フィールドを使用することができる。なお、ZIP フォーマットには、タイムゾーンという概念がないため、タイムスタンプが意味を持つのは、作成されたタイムゾーンを知っている場合だけである。2007年9月に、p u シ i p は UTF-8 のファイル名を格納するための仕組みを含む ZIP 仕様のリビジョンをリリースした。 それは最終的に ZIP に対するユニコード互換を追加するものである。すべてのヘッダ内の複数バイトの値はリトルエンディアンで格納される。すべての長さを示すフィールドはバイト単位で数える。拡張フィールドは OS に特化した属性のような様々なオプションデータを含む。それは16ビット、ID と16ビット帳のチャンクに分割される。 このヘッダの直後には圧縮データのデータが続く。汎用目的のビットフラグフィールドの3ビットメガセットされている場合、ヘッダの書き込み時には CRC-32 とファイルサイズが不明である。ローカルヘッダの CRC-32 とファイルサイズのフィールドには0が書き込まれ、CRC-32 とファイルサイズは圧縮データの後ろに12バイトの データとして追加される。オプションの4バイトのシグネチャが前につく場合もある。セントラルディレクトリエントリは、ローカルファイルヘッダーを拡張したものである。すべてのセントラルディレクトリエントリの後に、ZIP ファイルの終わりを表すセントラルディレクトリの終端レコードが続く。この順番により、ZIP ファイルをワンパスで作成することができるが、通常、展開では、 最後のセントラルディレクトリを最初に読み込むことになる。現在の ZIP ファイルフォーマット仕様では次のメソッドの詳細が記載されている。ストアード、無圧縮、シュレンク、リデ,デュースとメソッド1から4、インプロなど、トカナイシング、ディフレイテッド、ディフレイト64、ブシップ2、ルズマ、エフス、ウェイブパック、PPMD。最も一般的な圧縮メソッドはディフレイトで、 IETF RFC1951 に記載されている。圧縮メソッドに挙げられていても、フ o o k w a r e Data, レッションライブラリー DCL, i ン p ロ o d i n g Old IBM TARS, IBM TARS, New, IBM LZ77Z Architecture, PFS の使用の詳細は記載されていない。ZIP はシンプルなパスワードベースの 共通鍵暗号をサポートすると仕様に記載されている。ただし、重大な脆弱性があることが知られている。特に、基地平文攻撃に対して脆弱性があり、貧弱なの実装によって、さらに安全性が低くなる場合もある。バージョン5.2以降の、ZIP ファイルフォーマット仕様には、圧縮と暗号化、例えば ICE を含む、新しい機能のメソッドが追加されている。 と記載されている。WinShip は、アイスベースの標準規格を使用し、それは、セブンジップ、フクシードやダトネツップでも使用されている。しかし、ベンダーによっては、他のフォーマットを使用するものであるプクシップまた、作有ーリシップは、RC2、RC4 で、トリプルで暗号メソッド、電子証明書ベースの暗号、認証、X509 や、アーカイブヘッダー暗号化をサポートする。 オリジナルの ZIP フォーマットは、ZIP アーカイブ内のエントリーに65,535の制限があるのと同様に、様々なサイズ、ファイルの圧縮、冷圧縮サイズ、アーカイブの合計サイズに4ギブの制限があった。使用のバージョン4.5、それは特定ツールのバージョン4.5と同じではないでは、Pookware は、こういった制限を回避するために1 6イブ、2バイトまで増加させた。 ZIP64 フォーマット拡張を導入した。ZIP64 サポートは新規に発生したものである。例えば、Windows XP のファイルエクスプローラーは ZIP64 をサポートしないが、Windows Vista のエクスプローラーではサポートする。同様に g a t o n e t u p や p a r のイを、c o n ス、e s ZIP、Python の ZIFL のようなライブラリーは ZIP64 をサポートする。 Java の組み込みモジュール Java, Util, ZIP は2010年9月現在ではサポートしていない。今後、o p ン n j ド d クに追加されてへの同梱を予定している。ZIP ファイルのように、ファイルを分割して圧縮すると、ランダムアクセスが可能である。他のデータを読み込むことなく個々のファイルを取り出すことができる。リフレイト圧縮の可能性を限定するときでさえ、それぞれのファイルのために違う。 辞書圧縮を利用すると、アーカイブ全体のサイズをより小さくできることがある。この圧縮の手法は、一般的に小さなファイルが大量にある時のアーカイブとしては適切ではない。ZIP アーカイブフォーマットでは、個々のエントリーに関する情報を持つメタデータは圧縮しない。これは、特に個々のエントリーのサイズを小さくして、そのエントリー向けのメタデータのサイズを扱うように、 アーカイブ可能な最大圧縮比率を設けて制限されているためである。別の手法としては圧縮されたタールアーカイブ、コディセ2またはコディセ3が使用される。それはファイルデータとメタデータがグシップで圧縮される一つの単位として圧縮される。この手法の欠点はランダムアクセスの効率が悪くなってしまうことである。ZIP ファイルフォーマットでは セントラルディレクトリの後、ファイルの末尾に65,535バイト以下のデータを入れることのできるコメント欄がある。また、セントラルディレクトリがアーカイブ内の各ファイルの開始位置を表すオフセットを指定しているため、最初のエントリがオフセット0の位置から開始していなくてもよい。グシップのようないくつかのツールでは、ファイルエントリが オフセットゼロで始まらないような ZIP ファイルを処理できないが、つまり ZIP アーカイブの前や後に任意のデータを配置しても ZIP アプリケーションはそのアーカイブを読み込むことができる。この事実を利用すると ZIP アーカイブとしても別のフォーマットとしても扱えるようなファイルを作成することができる。ただし別のフォーマットでは ファイルの最初か末尾かあるいは中ほどに任意のデータを配置できる必要がある。WinShip やダトネツップがサポートする SFX はこの利点を活用している。そういったファイルは p u シッ h i p a p n o t t x t の仕様に準拠した EXC ファイルであり、規格に準拠した ZIP ツールやライブラリーで読み込むことができる。ZIP フォーマットや ZIP のアシュである。 Java フォーマットが持つこのような特性は一見普通のファイルに見えるがコンピューター内部に害を及ぼす Java クラスを隠すことに悪用できてしまう。例えば Web にアップロードされる GIF イメージがある。これは GIFAR、ER、と呼ばれる手法で Facebook のような Web アプリケーションに対して効率的な攻撃として知られている。多くの ZIP ツールと ZIP ライブラリーは 様々なプログラミング環境の上で利用できる。ライセンスは商用やオープンソースのものがある。例えば WinShip は Windows 上で動作する有名な ZIP ツールである。他にも様々なプラットフォームで Windower、7zip、pzap やダトネツプ等が利用できる。これらのツールのいくつかはライブラリー、またはプログラミングインターフェースを持つ。 オープンソースで開発されているライブラリーの例としては GNU プロジェクトのグシップ屋がある。Java では Java プラットフォームスタンダードエディションに標準的な ZIP ファイルを扱う Java ユティル ZIP パッケージがある。ZIP64 ファイルライブラリーは特別に 4GB を超える巨大なファイルをサポートしてランダムアクセスを使用して ZIP ファイルを扱う。Apache Ant ツールには アパッチソフトウェアライセンスでより完全なツールが実装されている。ネットアプリケーションでは、ネットフレームワーク4.5で追加されたシステム E をコンプレッションな前空間のジパーカイブクラスやジフィルクラスなどが使用できる。それ以前の場合、マイクロソフトパブリックライセンスでソースとバイナリが利用できるダトネツップと呼ばれる無償のオープンソースライブラリーがある。 従来のパスワードを用いた ZIP 暗号化、WinShip 互換のアイス暗号化、ユニコード、ZIP64、コメント、分割アーカイブ、自己展開やアーカイブといった多くの ZIP 機能をサポートする。Microsoft Net 3.5ランタイムライブラリーは ZIP フォーマットをサポートするクラスシステム、イオ、パッケージング、パッケッジを含む。主として ISO。 IEC 国際標準を使用するドキュメントフォーマットのために設計されている。ZIP フォーマットの実装はユーザーやグループ ID、ファイルパーミッション、シンボリックリンクのようなユニックス、ファイルシステムの機能のサポートを追加する。アパッチアントの実装はユニックスパーミッションが事前に定義されたファイルを作成できる範囲に対して注意を払っている。 Info ZIP の実装も ZIP 圧縮フォーマットに組み込まれたエラー訂正機能の使用方法が分かっている。のような一部のプログラムはエラーがあるファイルの処理中に失敗する可能性がある。またインフォ ZIP Windows ツールも NTFS ファイルシステムパーミッションをサポートする。展開時に NTFS パーミッションを UNIX パーミッションへ。 もしくはその逆へ変換しようとする。これは潜在的な意図しない結果をもたらすことがある。例として NTFS ボリューム上で実行権限をつけて作成された。EE c ファイルは拒否されることなどが挙げられる。マイクロソフト Windows の各バージョンは Windows98 のためにリリースされたプラスパック以降、エクスプローラーから ZIP 圧縮をサポートしている。 マイクロソフトはこの機能を圧縮フォルダーと呼んでいる。Windows 圧縮フォルダーはすべての ZIP の機能をサポートしていない。例えば Windows XP または Windows Vista の圧縮フォルダーでは読み書きできないユニコードエントリー ZIP64 アイス暗号化分割アーカイブ等がある。そのため日本語版 Windows ではファイル名を マイクロソフトコードページ932でエンコードしている。また、MAX のファインダー、UTF-8 でエンコードで作成したアーカイブを Windows で復元するとファイル名によっては文字分けする。内容には影響しない。Windows Mac では問題ない。現在この問題に対応するフォトフィックスが配布されている。2003年に Winship9.0 パブリックベータをリリースしたとき、 i n ンシップは独自のアイス -256 暗号を導入した。それは違うファイルフォーマットを用いた新たな仕様としてドキュメントに記載された。暗号の標準規格はプロプライエタリではないが、フックウェアは2001年以降、フックシップ5.0や6.0では使用されていた。強力な暗号化仕様、SES を含めるように、アップノと TXT を更新しなかった。 ウィンシップの技術コンサルタントケビン・カーニーやスタッフ・イット・プロダクトマネージャーマシュー・コビントンは SES を差し控えるようにプックウェアを非難。これに対し、フクシップチーフ技術オフィサーのジム・ピーターソンは承認に基づく暗号化企画はまだ完全ではないと主張。しかし、バージョン4.5の頃、プックウェアの FTP サイトで確認できるに公開された最新の アップノと TXT には SES だけではなく同時期に存在した複シッププロダクトで作成された。ZIP ファイルが用いたデフレート 64DCL インプロドブシップにも除外された。この欠点を克服するためにペンタシップのような同時期に存在したプロダクトは違うファイルフォーマットに ZIP アーカイブを暗号化する強力な ZIP 暗号化を実装した。 また別の議論では、Pookware は2003年7月16日に安全な ZIP ファイルを作成するために強力な暗号と ZIP を組み合わせるための方法を記載した特許を適用した。結局、Pookware と WinShip はお互いのプロダクトをサポートすることに同意した。2004年1月21日に Pookware は ウィンシップベースのアイス互換フォーマットをサポートするとアナウンスした。ウィンシップベータの次のバージョンでは SES ベースの ZIP ファイルのサポートが行われた。プックウェアは最終的に SES を記載した。ZIP ファイルフォーマット仕様のバージョン5.2を公式にリリースした。フリーソフトウェアプロジェクト 7ZIP もそのパズイックス移植されたが行うことで ZIP ファイルの IS をサポートしている。アプリケーション固有のファイル形式の中には、あるファイルを一定のディレクトリの階層構造に格納し、ZIP 形式で圧縮したものが存在する。そのようなファイルの大半はそのアプリケーション固有のもので、あることを示すために、専用の拡張子を定義しており、以下に示す例は、その一部である。ただし、圧縮アルゴリズムに、 ザリブを使っているものでも、ZIP 互換の格納方式を使っていないものは、掲載しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。